ありがとうございます。バトンを渡されためっちゃ良かった泣いたありがとうございます。たくさんの方に見ていただけてるみたいでピアノを頑張った甲斐がありました。何すごい、あなたをフォローしましたっていっぱい出てくるんだけど、なんでこういうの見えるの？なんかすごい、あなたをフォローしましたばっかりでコメントが見えない。マネージャーがかわいい。ライト当てている姿を想像してキュッとしてください。そうそう、なんとなくストーリーとかでお知らせしたんですけど、今度12月にイベントをするんですよ。イエーイ。そう、それでね、そのイベントがちゃんと説明できてないから分かってない方もいると思うんだけど、今期間誌をやってまして、春夏秋冬何月何日に出るって決まってないんだけど、その期間誌を期間購読してる人が本当に申し込んでイベントで会えるっていうシステムらしいんですけど、会える人いるのかしら。どう、久しぶりとだからさ、会いたいなーとか思ったんだけどさ、なんかよく分かってなくて、ざっくりストーリーでしかお知らせできてなかったからしようと思って。それでこの前北海道のトマムに行ってきまして、星野リゾートさんに協力していただいて、モーモーカート、そのままなの、モーモーカートっていう名前が、牛柄のカートに乗って園内っていうかパーク内っていうかをなんか走れるみたいな、でなんか鳥さんこんにちはみたいな感じの、楽しかったんですけど、それが表紙のやつがね2号っていうことで、だからその1号2号3号4号っていうのをまとめて買っちゃうよっていう人が期間購読者になるってことですよね。でその期間購読者の方がイベントになんかこう参加できる可能性があるみたいな、応募できる。でその応募が明日の朝の9時59分までなんだって。で本当はね、嘘ついた、またはさ、ついてないんですけど、ちょっと説明して、じゃあだからあとよね、時間はあってます。そう、それで本当はね23時59分で今日中だったらしいんだよ。日付またぐまでだったみたいなんだけど、私のさ、お仕事のタイミングがずれてお知らせする時間がなかったもんだから、なんかこうずらしてくれたみたい。5号まで買う、5号はちょっとまだなんですよ。4号まで、まだ4号。あ、二次抽選の応募だからイベントにまだ間に合いますよってことです。今から期間購読してくれればまだ二次抽選に間に合うから、皆さん急いでくださいっていう一応お知らせですね。でそれを今日の23時59分までにしてたんですけど、ちょっとねお仕事がもろもろ長引いてしまったので、まあ、この夜中からコンビニに行ってお支払いするとかいろいろ大変だと思うので、ちょっとこっちのスタッフと連携を取って明日の9時59分朝ですね、10時になる前までにコンビニなりなんなりで支払いを完了した人の中で二次抽選に参加できますよっていう。田中さん聞いてますか？聞いてます。明日キネマの神様が台湾で上映します。だってそのすごい、ありがとうございます。台湾にお住みの方なんでしょうか。お兄ちゃんが笑ってる、聞いてたよ。多分ちょっとマッハで頑張りますって言ってる。ありがとうございます。まだ会えるチャンスがありますよっていう。
日でこれから申し込む方の枠もちゃんと用意してるので、まあ、今回ちょっと 大勢の多くのキャパになっちゃいますけど。場所言っていいの？場所ダメです。え？場所ダメです。なんで？場所は当たった方に しか。え、違うよ、そんな名前は言わないよ、会場。ああ、で場所で大丈夫です。東京都大阪それが言いたかったの。なんで？だって分かんないもん、場所の名前。私、ああ、場所はそうです、当選者のみにお知らせします。え、日付も言っていいの？日付大丈夫です。12月の11日に東京都内のどこかで、はい、2階。危ない、今言っちゃいけないこと言ってるかと思ったよ。2階、あの1部2部みたいな感じでやらせてもらって、で12月の12日、翌日の12日には大阪でのどこかで2回、それも1部と2部です。ちなみに無料です。ちなみに無料です。目に無料って言わせない。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、あの無料です。無料です。フリーまで。なのでぜひ会いに来てくださいと。なのでぜひに会いに来てくださいしましたばっかりで。じゃあテスト期間中の方が多いみたいです。コメントはこちらに見えてるんですけど。あら、テスト期間ですか。明日テスト最終日ですっていう人もいれば、今日が最終日でしたっていう人。テスト期間ってさ、あの最終日はさ嬉しくない？終わったっていう解放とともにさ、終わる時間もいつもより早いわけじゃない。だから嬉しいよね。でもあの初日きっとさ、真ん中の日すっごい嫌じゃない？早く終わってもさ、なんかさ遊びに行きづらいしさ、遊びに行くってなってもさ、なんかどうするってなるもんね。とりあえずフードコート行くみたいな。私だけフードコート行って勉強するとか言いながら、結局話しちゃって勉強できなくて、もう何も書いてないじゃんというのやってたな。興味なさそう、みんな何だろう、なんでフォローしましたしか来ないんだ。コメント見れなくなっちゃってる。そしてダウンさんです。もう一回見ることを追いバトンと言います。昨日ね、昨日だったかな、一昨日だったかな、あのお母さんと会って、したお母さんがね、ねえメイ知ってる？メイ多分知らないと思うんだけど、そしてバトンを渡されたを2回3回ってこう見ていくことなんていうか知ってる？って言われて、追いバトン、なんで知ってんの？つまんないって言われたんですけど、出てる人だよ、舞台挨拶でお話ししてるし、何言ってんだろうお母さんっていう。チャーミングな話可愛いお母さんです。ありがとうございます。伝えときます。眠気を覚ます一言ください。起きろ。おい
追いバトンぐらいしたいです。あのその2回目3回目4回目だからおいおいおいとかじゃないんですよ。その1回目以降は全部追いバトン、あ大丈夫です。私も使ってるリビングとね、車にもあるよね。あ、ちょっと今後ろにね、はい、ブランケット。本当にね、寒い時、今日みたいなロケでも巻いて使えるし、お家だとあのリビングのソファーにポンと置いてあって、それに寝っ転がり、ソファーに寝っ転がりながらかけてる。だからだいたい半分寝てるのよ、あったかくて。ブランケット今使ってる。ありがとう。あ、車ね、駐車場に止めてもらってるの今。大丈夫よ。いいの言わなくて。分かってるからね、大丈夫よ。動いてるときは安全のためにつけてますから。明日も早いから終わりにしちゃいますけど、また年内に絶対あと1回はやりますから、約束する。とりあえず明日の朝の9時59分までにどこかに行って、あの期間購読してくださいが一番いいのか。まあ、コンビニ支払い以外の方はあの全然ゆっくり明日の9時59分までにネット決済していただければいいんですけど、ネット決済かコンビニ支払い、コンビニに行く方用に伸ばしました。今からコンビニに行くのはちょっと危ないと思うんで。です。謝金あの会えますよっていう。皆さん早く寝てくださいね。もう私も帰り道でもう寝る。シャギン。明日修学旅行応援してください。え、修学旅行って楽しむのよね。なんかあるの？大変な、なんかあるのかな。とりあえず頑張って修学旅行な。でもそっか、あんまり遠出とかできないのかな今。皆さん明日も頑張りましょうね。今日はもう遅くなってしまいましたが、この時間まで待っててくれてありがとうございました。またやりますか、その時もお知らせしますね。ありがとうございました。じゃあ夢の中で会おうぜなんてね、全員の夢に行くことはできないんだ。夢ってでもどういうシステムなんだろうね。本当にさ、全く同じ時間に10人
の夢に登場するとかあるのかな。夢だよなっていう話はまあどうでもよくて、またおやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。早く寝てね。風には気をつけてね。寒くなってきてるよ。バイバーイ。